え、今ほど事務局長より、お話をいただきましてですね、照井社長、私の蔡君の母が昨日亡くなりました。昨日、通夜、今日葬儀ということですね。私はこれに間に合うようにですね、葬儀を終えるべくですね、スケジューリングをして、駆けつけていただきたいです。多くの方にですね、大変な心出しをしていただきました。ありがとうございます。まあ、その席で私がちょっと母に、まあ、義の母になんですけど、聞いて、彼女は強く優しく凛として生きてきた人だという話をしました。私の母、ミスと言いますが、77歳ぐらいですね、亡くなった時にもですね、そう思ったんですけど、昔の人っていうのはみんなですね、凛として生きるっていうかね、そういう気持ちを持って生きてきた人が多い中ですね、今日どうしてこんな低堕落な国になったのかといえばですね、あまりにも強すぎた日本、あまりにも結束がありすぎた日本、素晴らしい日本、こんな国が世界にどこかあってほしいと思われるような国、それがですね、アメリカが将来復活すると怖がって弱体化、解体をしようとしてですね、いろんな仕掛けをしてきたのでなかろうか。まあ、その一つがですね、家族制度を崩壊させるんですね、大家族制度を崩壊させると言ってもいいようなですね、いわゆる平等相続によって、兄弟みんな平等に分けると財産は分けられるけどですね、親を半分に切って平等に分けるわけにいかないということでですね、まあ、多くの人がやる老人ホームとかですね、現代のバス停山のようなところに行ってですね、寂しい寝るを送って孤独死を迎えるとなります。まあ、それに引き換えですね、一度も病院に入ることなくですね、96歳までですね、病気もしなくてですね、老衰で亡くなったわけでありましてですね、その2日前にですね、ちょうどお盆の墓参りですね、みんな連れて、子も孫もですね、おばあさんからひ孫もですね、連れて行って、みんなそうですね、手を握って、そしてよく来てくれたと言って、うちの社長にはですね、言葉をかけていただきですね、まさかその2日後に亡くなるとはですね、まだしばらくは、くれるのかなと思っていましたが、安心したのか、私らが帰ったと急に元気がなくなって2日して亡くなったと聞いています、まあ、しかしある意味ですね、畳の上で大往生を遂げるということは、私は素晴らしい人生であったのかなと思いましたし、先ほど皆さんからも言葉をしていただけるなんてことは全く彼女にとってはですね、望んでもいなかったことであろうと思います。そういう古き良き日本ですね、日本を取り戻す、これが私の運動だったですね、誇れる祖国日本は最高を目指す、別にですね、そんな高額なことというよりもですね、昔の日本になるだけでもですね、素晴らしいわけだってですね、再び日本がですね、軍事大国化してですね、近隣諸国に対して脅威を与えるとというようなことではなくてですね、まっとうな独立国家であったらですね、当然なすべきことをしなきゃいけない、そのことを私は伝えておるわけです。そういうことをですね、ずっと日本人の敵は日本人ということを私が言い続けてですね、朝日が変わり始めた時がから日本が変わり始めるだろうと、朝日が変わる時が日本が変わるということをこれまで何度も書いたり、こういった席で主張してきました。まさに朝日が変わり始めたのかなということでですね、夕刊フジから取材を受けて、私はインタビューですね、質問に答えただけであります。ここに書いてある中でですね、
국가적인 선수와 대문각기가 이런 걸 가지고 이 말씀을 저쪽이가 소장 그러면 가이사는 가이사가 강해야 되는지 강하게는 그러면 되겠죠. これは私が言ったんじゃないんですけど、一番大きな言ってるのはですね、私は言ったのはですね、朝日が謝罪の記者会見をしない限り今後は朝日に広告を出稿する予定はないって言ったらこう言っていただきました。他の企業も抗議の意思をっていうのは私言ったわけですけども、じゃあ中間部にはですね、ここに私の名前、 では代表は激怒、私は激怒だったんで彼は変えたんですね。で、ここにじゃあ誰変えたらいいかとなると上場企業で名前出せます。2世3世の社長じゃないですか。創業の経営者と言われる例えばユニクロの社長出ます。例えば一社さん3社出ますか。そう考えていくと出せる人っていうのは非常に限られてですね、結局 終戦記念日の8月15日ですね、夕刊フジに選ばれてインタビューされてですね、多分この記事はもうできたんじゃないかな。中身のところだけ私これ事実かって掲げてですね、1ページの1面にカラーで出るという認識がなかったんですけど、まあ私がまあ出していただいてよかったなと思ってます。それ以来やらしのようなバッシングを受けてですね、これがシェアされてですね、 あらゆる YouTubeから、リアルネット上でですね、この作業をしています。私どもはですね、新聞が最近取る人がどんどん減ってですね、部数が発表部数と会議が上手だったんです。多分こう取りからいろんな注意を受けてるから、まあ、そういう中にあってですね、我々フジテレビ業界にですね、新聞社が、ただでオープンじゃなくて、配布料を払うから新聞を置いてくれと言われて、 私どもそういう誘いに乗ってですね、今西日本には朝日を置いて東日本には読売を置いてますが、まあそういうことで、あったがですね、こういうことを出してですね、私は広告をやめる。要は当然、そういったね、配布もですね、もちろん手数料がどうのこうのの問題じゃありませんし、まあ、全く誰、誰ないということで、 朝日の新聞、朝日の販売の、なんとかだから、自分で言うのを読んで、通告しました。まあ、そういう中でですね、最近、阿波さんからもそういうふうに言われましたが、他のところからもですね、言われて言われてるんですっていうことで、ただ11月末までの契約期限なんで、なんとかやって、そんなわけにいかんということでですね、結局は、9月いっぱいでですね、おから、それ以降、 希望する人には、バックにやったのを私たちが支持、11月までの契約期限は、希望する人に渡してほしいということで、お話を提示したわけです。多分、広告も相当この先減るでしょうし、そういう部数合わせのような、ですね、各ホテル業界に配布料を払ってまでですね、こうみんな、お返しさせてきたやり方もですね、 朝日には強いしなくなると思います。まあ、解体の始まりでやってですね、まあ、相当大きなダメージを受けると思いますし、このまま今日の、南上さんのこれにもですね、逃げ切ろうという魂胆が、逃げ切らせてはいけないな、進撃を手を緩めずですね、解体に追い込まなきゃいけない。少なくともですね、謝罪会見を開けと。謝罪会見を、 したら謝罪だけで済むのかというようになります。責任はどうなったのかと思います。当然責任も取ってもらって、サンゴ礁に傷をつけたと報道したのは自社の記者だったというだけで、社長が、いわゆる会食というか、辞めざるを得なくなったことを思えば、この国家的天文学的な損害を与えたですね、 日韓関係をここまで悪くしたり、日中関係をここまで悪くした原因は全て朝日にあるわけです。そう考えたらですね、そんなことで済むはずはない。私は解体すべきだと思って、解体を考えたらということを書いてあります。まあ私と朝日とですね、ある意味、
6年戦争ですね。ちょうど6年前ですね。天下り最高爆料者がですね、編集論文の最優秀賞を取った時ですね。こう、さっき記事出ましたやつですね。編集論文で最優秀を取った時に、朝日は、挫折でですね、こんな歪んだ考えの持ち主が、 こともあろうに、贅沢すぎると特にだとは、驚き、呆れ、そして心胆が寒くなるような事件であると書かれた。何も間違ってないのに、ひどいことを書くなと思ったと彼は言い方になった。まさにですね、今読み返してもですね、どこがおかしいんだと。私は、おかしいのは、浅井がおかしいんであって、当時は、私に殺害予告と言って警察からですね、 殺害予告もあって、刑務ですね。それで、私の自宅と会社の刑務ですね。テレビのカメラで、週刊誌とか、とりあえず家に張り込まれてですね、出入りを、インタビューを取ろうとしたりですね。まあ大変、まあ、会社に来れば会社、自宅にはインタビューですけど、大変な大騒動がバカみたいなことが起こったんですけど、 その時からですね、さっきが、アパを潰すって、もう、朝をアパを潰すってどうして潰せるのかな。私は全株オーナーでやってですね、その、上場企業じゃない。上場企業には一株株主代表する所とかですね、株価の暴落に対する社長責任とかいろいろありましょう。しかし全株オーナーの私に対してですね、そんな潰すなら、どういうふうにして潰すか言ってみろと。 ということで私は、実は産経新聞の社長と、ここで名前言ってたんですけど、多摩新聞の社長と2つ書かれて、そういうふうなことを記者が言っとる。朝日の記者は、アパは潰してる。から始まった6年戦争をやってですね、ようやく、その日を認めてですね、気を認めながらまだ謝罪もしないなんてのは私はとんでもないことであって、さらに追い込みですね、 謝罪をさせることによって責任を追及し、その責任を果たしてもらう。その責任を果たすにおいてはですね、国家的な損失は天文学的であるということを考えればですね、解体をしても足らない多くのですね、この日本に与える、ダメージです。回復すべきです。少なくとも全ての言語でですね、まあ、英語だけじゃなくて中国語も韓国語もですね、スペイン語もですね、 フランス語もいろんな言葉で持ってですね、謝罪のコメントを発表すべきだろうと思います。そういうことも含めてですね、今日、つまりの政治の方々にはですね、一層この、それぞれの発信する機会を通じてですね、この、ここで逃げ切ってしまうと、再び、今力をまだ復活しますが、今、弱り目に、ただ目に、弱ってます。ここでこそ追い込みですね、 解体にまで持っていく、まあ、絶好のですね、チャンスがあるのか。それでこそ、日本がまた特に絵と生まれ変わることになるであろう。私の正直は、そういうですね、本当はどうなのかということを知ればですね、日本もどう素晴らしい国はないしですね、まあ、かつての日本は非常に素晴らしかったが、今現在でもですね、多くの、他の国、 中韓以外の国はですね、みんな高く評価しています。私は世界78カ国回ってですね、少なくともその国の有力者の、とディベートしたですね、日本に在日の、大使の方、40カ国ぐらいの大使と話しましたが、どこの国の大使もですね、日本が悪いことをした国だとか、評価を低めたような話は聞いたことない。素晴らしいという評価を与えています。 悪く思っているのは日本人が日本人を一番悪く思っている。最も反日国家は日本であると言ってもいいぐらいです。日本人の国は日本人ということを広めた朝日の責任を負っています。以上です。どうもありがとうございました。